こんにちは、広瀬まりです。今日は春日井市立高倉小学校の学習発表会に来ています。今ね、見てきましたよ。3年生の子供たちが、手話コーラスということで友達という歌を歌ってくれました。もうね、すごいね、子どもたちっていうのはもう言ったことをきちんとこうできるっていうのは素晴らしいなと思いました。悲しい時っていう歌詞があるんですけど、悲しい時には悲しい顔をして、悔しい時は悔しい顔をして、嬉しい時は嬉しい顔をしてっていうふうに、そんな風に歌ってねなんて言ったら、その通りに歌ってくれました。もうなんかね、涙が止まりませんでした。改めてこう伝えるっていうことの楽しさとか、それから真似してくれるので、自分がこう責任、伝えることの責任感というのを改めて感じました。今日はとても素晴らしい時間を過ごさせていただきました。高倉小学校の先生、そして子どもたち、本当にありがとうございました。またなんかこう頑張れる力をいただきました。またみんなに会いたいと思います。ありがとうございました。